日田義和は、日本の実業家。平田牧場会長、東北公益文科大学理事長、自由民主党坂田支部最候補門、平田町名誉町民。山形県平田町奈良橋において16代に渡り続く地主に生まれる。父である加助は、名士で通るも、農業より、政治にうつつを抜かすことが多かったという。藤島農業高等学校卒業後、 大学進学を希望するも父から、農家に、学は、必要ないと断言され施行する。戦後の高度経済成長期に入り、和食中心から養殖への食文化の変遷や、省内地方においても離農し都会に出る人々が、増えつつある現状を鑑みた場合、田畑を処分した上で、就労の都につく方が暮らしも楽になるのではないかと、父に進言するも聞き入れられず、 激凛に触れ感動動然の身となってしまう。後日、祖母の鳥なしにより父との決別は回避されるも、神殿は、田畑の工作は弟に任せ、実質裸一貫、豚二頭で養豚業を始めるに至った。開始当初は、昼夜おかず、豚舎に泊まり込み、手探りで養豚に精霊する日々が続いた。そのような中において、 様々な人々との出会いやアドバイスを得つつ、鶴岡生協との取引を契機に、全国の生協グループ各店への商品導入や、ダイエートの取引も開始し1970年代には、事業も軌道に乗り始めた。しかしその後の、生産量の9割を出荷していたダイエートの価格、引き下げ交渉決裂による同社との取引停止や、時代に先駆けて、無添加。 無着色のハムやウィンナーの販売を手掛けるも消費者に受け入れられず苦戦を強いられるなどのウィ曲折を経つつも欧州視察の際に知見を得たランドレース種とアメリカから輸入したデューロック種に鹿児島の黒豚であるバークシャー種を交配し日本の豚としては最高値で取引される平牧三元豚を誕生させ平牧ブランドを確立した1999年には 設立以来勤めてきた社長職を子息である家地に任せ、会長にしぎぞき対外活動に軸足を移した。激しい気象が周囲としばしば圧力を生むため、地元である坂田では新田に対して冷ややかな視線を送るものも決して少なくはない。だが、坂田大貨のため運営資金が枯渇しつつあった坂田商工会議所に資材を提供し、 省内空港設置の際には、前代ワオラと共に、旗振り役を務めたほか、省内に大学を、の一年から、東北公益文科大学開学にこぎつける、等、強度の発展のため挺身するスタンスを評価する者も,も、また、決して少なくはない。場種としても著名であり、オークス優勝馬の町会キャロルを所有していた。現在、冠無名として、平ら僕を使用している。 冠名が、懲戒だった、時代、馬名に、懲戒帝王と名付けようとしたら、紛らわしいとして却下されたというエピソードがある。AB、企行、一流通からの値下げ圧力に屈せず、肉質守る、平田牧場会長、新田義和。ダイヤモンドオンライン。 http://diamond.jp/.articles/.67882013 年12月1日閲覧。ab、平田牧場、日体吉和絶対に諦めない情熱が生んだ、日本一の三元豚、山村元木、月刊誌を2010年10月号 ab、三元豚に、かけた男日体吉和 平田牧場の43年、人劇場、新高貸し平田牧場社長、日経ビジネス2009年4月6日号、馬所、新田義和。netkeiba.com。2013年12月1日閲覧。河北文化賞贈呈式開いた道、県産誓う。河北新報。 http://www.kahoku.co.jp:/tohokunews:/201501/2015011815027HTML2015 年6月11日、閲覧。河北文化省、日田山坂田で、祝賀会。河北新報。 http://www.kahoku.co.jp:/tohokunews:/201506/2015060955031HTML2015 年6月11日、閲覧。ありがとうございます。